はい、えー、本日、本日はですね、令和4年度の予備試験の分析会ということで、で、私が担当するのはですね、あの、行政法と刑事訴訟法になりますので、よろしくお願いします。レック専任講師の矢島と申します。さて、えー、ではね、本日、あの、レジュメなんですけれども、全部で、あの、2部、えー、ありますね。えー、で、1つがね、あの、レックのスタッフさんが作った、あの、この回答例がね、えー、ついてるものですね。えー、レックのスタッフさんが、あの、くっついてる回答例のもの。そしてもう1つが、あの、私のね、えー、作った、え、レジュメになりますね。で、まずね、私の方、私が作ったあの、講師レジュメの方、 ちょっと使ってね、基本的にあの話を進めていこうと思ってます。でそこでまずあの私のレジュメですね、ちょっと見てください。講師のね作成レジュメってことで、で。 1>, 1ページの、ね、1個目のブロックのところなんですけどもはじ、まあ、めにというところで,で、これ今日どういう観点からお話をしていくのかというとです、ね、こはじめにって書いてあるところの2段落目の、まあ、3行目のところ、えーここね、受験生が基本知識を踏まえて行う現場思考としては、まあ、どういうものが、まあ、あり得るのかということでね、ね、まあ、完璧な答案というのはあのなかなか難しいと思うので、受験生現場で、ね、そこまでななかなか勉強できるって人はいないと思うんだけど、だけどまあ、本当に最低限の基本知識を使えば、まあ、なんとか、ね、あのこれぐらいのことは書けるんじゃないかと。そそしてそれでで合格できるんじゃ ないかっていうまあそういった水準のところをあのお話ししていこうと思ってますね。えー、というわけでまあそんな感じでよろしくお願いします。であと時間配時間配分なんですけどこの、えー、名を書きの段落なんですけどね行政法の方がちょっとあの憲法と比べてあの複雑なところがありますので行政法の方に結構時間を割く感じになってくると思いますね本日1時間の中でねまあ憲法はちょっと短めの時間であのお話をしていこうと思ってます。えー、で、えー、こちらね一応二個目のブロックのところですけどもあのこのね私のレジュメの他にマレックのねスタッフさんが作成したまあ回答例が 配布されているのでまあ、そちらもね。ご確認ください。で、時間に余裕があったらちょっとね。スタッフさんのあの回答例で。まあちょっとコメント、私の方でコメントをねしたいと思ってますね。さて、じゃあ中身入っていきましょう。まず行政法ですね。 2ページのところになります、えー、2ページに、ね、あの問題文をちょっと私の方でだあのちょっとこう装飾、ね、線引いたりとかあの特に大事なところをこう太字にしたりとかして、まあ、ちょっと装飾したものがあ,のありますでまず本番の試験あの自分が受験生だったらなんですけど、まあ、最初に問題文を開いてで最初にどこを見るかというと、まあ、説問のやっぱ結論部分をあの見ると、ね、効率よくこう問題文の事案分析できるんじゃないかと思うんですよ要は何聞かれてるのかっての分かった方が、ね、あの事実読みやすいですよね。でそこで3ページ見てください説問の、ね 1>, 1と2ってありますよね、設問1、設問2ね、設問1見てみましょうよ、一緒に、えー、3ページのまあ真ん中辺ぐらいですかね、3ページのね、真ん中辺、設、まあ、問1、で、えー、D は、本件処分について取、取り消消訴訟の提起を断念し、無効確認訴訟を提起したいと考えているとで、この段階で多分、基本知識がちゃんと入ってる人っていうのは、まあ、取り消し訴訟って出訴期間があって、でまあ、それ過ぎてもね、価値がほら、大きければ、重大かつ明白の価値だったら、まあ、その出訴期間の制限がかからない、あの無効確認訴訟で、まあそのね、争うことができるっていうのは、多分、基本知識 で分かっていると思うから、まあ、そこに関係するんだろうなという、ねえー、感じのことは気づくんじゃないかと思うんですよね。でそして 2行目のところですけども、D が当該取消訴訟の提起を断念した理由。まあ多分これ出訴期間の経過なんだろうなっていうのが、もうあの、その事実関係よう,うまいから、ちゃんと基本知識が体系的に身になってる人は問われてることを気づくんじゃないかと思うんですよね。まあ出訴期間の経過なんだろうなと。というわけで、D が当該取消訴訟の提起を断念した理由として考えられるものについてまあ説明すると,とともに、で3行目、D が当該無効確認訴訟を提起した場合、D に行政事件訴訟法ね、36条に定める現行適格が認められるか 検討しなさいと。 いうう感じになってますね、えー、もうこの36条も基本知識としてあの事前にちゃんと勉強でき,できるところだと思いますので、まあ、そういう観点からするとこの設問1はわりかし基本的なねあの、まあ、誰でも十分対応できるような出題でいい問題なのかと思いますそして、設問1の、ね、今のところの,あの4行目の終わりから5行目にかけてなんですけどなおって書いてありますよねなお本文の回答にあたっては本件処分が行訴法3条2項の処分にあたることを前提にしなさいとで。ここも基本知識がちゃんと体系的にあの 頭に入っている人は、まあどういう意味なのかってのはあの分かるはずなんですよ。これはあの三十六条の要件にあの影響しますね。三十六条のほら要件でさ、あの処分の無効を前提とする現在の法律関係に関する、まあ今回の無効確認訴訟だから、まあ処分の無効前提で無効って形で考えてもらえればいいと思うんですけど、まあ処分の無効を前提とする現在の法律関係に関する訴えをね、あのちょっとこう想定しないといけないんですけども、まあそこのところにこう関係するんだなと、でそこでわざわざその要件の当てはめをするのに、その処分があのこ,こそこのところでこうわざわざ無効だっ ってことはあのとを指摘しないでも、ね、処分無効前提に書くことができるのでちょっとこう論述事項を少しこう簡単に、ね、あの論述ができるように質問の方が工夫してくれてるんだろうなとてことでちょっと試験コーサインの親切さをこう感じ取ることができるんじゃないかと思うんですよね。というわけで、まあ、36条に関する、ね、話ですね。そして問2 D は、本件処分の無効確認訴訟において、本件処分が無効であることについて、どのような主張をすべきか。で、まず、これ、何聞かれてるかというと、過去問の傾向からするとね、行政法っていうのは、の誰の立場でこう論じさせるのかっていうところをちょっと気をつけないといけないんですよ。これ、過去問でこう分析していくと分かるんですけどね。勝手にこう受験生が思ったこと,はあのこう書くことを、確保と求めるっていうこともまあ,あれば、そうじゃなくて、その、どっちかの当事者、その個人の側なのか、それともその個人の権利利益をまあ制約する、行政庁の側の、ま、あ 立場なのか、まあ、いずれにしろ今までの過去問の傾向によるとですね、えー、大体こうどちらかのこう主張を一方的にこう聞くような時もあるんですよね、で今回はあのこの原告さんの方の主張、ですね公権力側ではなくてその個人の方うの、えー、立場に立ってねそれでこう主張すべき無効、ね、自由のところが聞かれているのかなとうう思いますねで、そこで説問2の、えー、と2行目の、ね、途中のところですけどもでこれ単に、ね、この D の主張だけ書いても面白くないから。 ここで限定しているんだと思うんですけど想定される B 長の反論を踏まえて、まあ、検討しなさいとでも、これ何を聞かれているかといったら最終的にはでもやっぱその D があの主張すべき ことをね聞かれてますからまず説問で何を問われてるかっていうのはよくねあの把握しておかなければいけませんでこれ慣れてない人は本当に過去問でよく分析した方がいいですよであの行政法はあの、えー、と司法試験と予備試験両方やった方がいいと思いますで特にあのそんなに変わんないから司法試験とあの予備試験ねもちろん問題文の長さはあの試験時間が長いあの司法試験の方がもちろん長いんですけどだけどその聞いてることって結局一緒なんですよでそういう意味であのぜひね司法試験と予備試験の,あの過去問をよく分析していくとここのところであの要は本番の試験でどういうことをあの確保とか求められるのかってことが よよく、ね、理解でできるんんじゃないかと思うんですよね逆にあの過去問に慣れてないと、ね、どんなにあのインプットの勉強してもあのやっぱあの答案書くことはできないと思うんですね。やっぱその行政法は結構独特なところがこうあると思いますねで今回はとにかくあのその D の、えー、立場に立って、ね、それでまあ主張すべき無効自由をこう、ね、展開していくということになりますねでその時とき反論想定してということになるのでちょっと議論をこう深く <laughs> あのしていくような感じになってくるんだと思います。さてじゃそこで えっとちょっとえっ、ー、と問題文見ていきましょうかポイントになるところ二行目のところね簡単に大雑把に言うとねあの古墳のねあの古墳が文化財としてこう指定されてしまってで文化財としてその古墳の一部がねあの要は私有地ねあの宗教法人のまあ個人で使用しているその土地の一部にちょっと古墳がかかっちゃってるんですよ古墳あの半径10メートルの円形の古墳かなでそうすると直径20メートルのまあ古墳なんですけどその古墳の一部が宗教法人の個人の私有地にねかか っっちゃってるんですけもそれれが、ね、文化財とししてて指定されてしまったんですねでそうなってくると土地の所有者はそれを保存する義務をあの条例で課されてしまいますので、まあ、その古墳を自分の土地であるにもかかわらずその古墳の盛土、まあ、土持ってあるんでそれ盛土っていうんですけどその盛土をあの勝手に削るとかそういうことができないような状態になるんですよね、まあ、保存義務を負うことになりますからねでそういうのをやりたいと思ったらそれはあの、まあ、一応条例この問題文にくっついてるあの条例によるとその町の、ね、教育委員会の,その許可を得なければいけないっていうあのそういうまあ状態になります。 なってますまあ、いずれにしろ文化財の指定処分によって個人の,その、まあ、所有権がねその土地にかかる、えー、所有権が、まあ、制約されているようなあの状態に今なっているんですよねでそんな中でね。 一応なんかその宗教法人の方がまちょっと公園を作りたいと自分のその土地とね、えー、土地のところちょっと公園作りたいんだけどでそこに古墳の森とがま一部かかってるんですよねで一応こう教育委員会の方にま問い合わせたらまあ別になんかその現現状変更するとか何かこう古墳のところを影響するようなことがなければ別に教育委員会の許可なくまできるんですよとでそこで工事を始めるわけですよ宗教法人の方がねでそこでちょっと認識の違いが出ちゃうんですけれどもその宗教法人 宗教法人の方は古墳としてその要は文化財としてその指定されたあの部分というのは盛戸土全体ではなくてね教育委員会の方はもうは盛り土全体がもう文化財としてこう指定したつもりなんですけどまあその D の宗教法人の方は盛戸土全体ではなくてね半径1 0ルのまあ円だからまあ直径2 0ルでまあ結構な面積になると思うんですけどそこ全体じゃなくて古墳というのは盛り土の,森戸の大体中心部分のところに石室があってねでそこにまあ遺体をまあ収めてでさらにその入り土の,森戸のまあ要は端っこ のところに入り口作っとかないとなんか出入りできなくなっちゃうから、まあ通常はその森戸の大体中心ぐらいのところにこう石室があってでそこにいた遺体を収めてるんですよね。でそこからこのまあ通路があ必ずこう森戸のどっかのところにこう出てるはずなんですけど、宗教法人の方のまあ理解としてはまあその石室とその通路ね、そこのところがまあ中心にこう保護されてるんだっていうまあ認識だったんですよ。でそこでまあ工事を始めたけどでもその教育委員会の方がちょっとこう工事の状況を見てあれこれちょっと森戸の方まで行っちゃうんじゃないかってことででそこでそのまあ工事をやめろということでまあ行政 指導したんですよね。でとりあえず一回その宗教法人の方はまあ一回工事中断してるんですけど、ここなんとかま反論したいなってことで、でそこでま資料をいろいろ調べたらですね、その当時、えー、その一、えー、回その文化財として指定,指定された当時に、当時の宗教法人のま代表者の方になんか通知が行ってたみたいなんですよ。でその通知のま内容を見るとやっぱりねその 保護の指定の範囲が明らかじゃなかったんだよね。その盛土全体をその保護する指定をしたのか、まあ、それともその石室とその通路のところをね、えー、だけをこう限定してまあ指定したのかがまあよく分かんない。ということで、そういう状況になってますね。じゃちょっと、概要を話しちゃったんだけど、ちょっと一応確認してみましょうか。2ページのところです。 えーまあ、一番上から一応見ていきましょうかね、えー、A 県 B 町は B 町文化財保護条例ね本件条例を定め B 町の区域内に損する文化財のうち重要なものを指定しねその保存活用のために必要な措置を講じてますとで3行目、えー、B 町教育委員会はね平成18年4月14日あでこれはの出所期間の経過の判断に使いますね、えー、平成18年にねあの処分がされてましてで出所期間もだいぶ過ぎちゃってるんでねここがあのさっきの説明の1のねあの、えー、取り消え訴訟の断念の理由のところ に使えると思いますというわけで3行目ね、ね平成18年4月14日、告示により B 町の区域にある,にある C 古墳を本県条例41項に基づき B 町指定文化財に指定しましたと、でこれは以下、ね、本件処分ということになりますねそして5行目ですかね。 えー、C 古墳は、えー、7世紀前から作られた横穴式石室古墳であり、えー、宗教法人 D が、ね、本県処分以前から所有する土地、ねえー、だから宗教法人の個人の土地ですね私有地です、えーまあ、本県土地の一部をまあ占めてますとで、えー、横穴式石室とは、ね、遺体を収める埋葬室とそこから入り口部分へとつながる通路からなる、ね、石積みの、まあ、墓室を言いその全体が紛糾をなしている盛土の中に埋まっているのがまあ通常だとこれどうですか皆さんこれ通常って言われて納得できますかね あのまあ、古墳って言ったら、その石室と通路のところだけじゃなくてまあ、森戸で全体でこう保護されてるわけなんですけど、それ森戸全体も古墳という風に思うかどうかだよね。で、そこの認識が今回宗教法人の d さんと、えー、その。 教育委員会の方にちょっと食い違いがあるんですよ。古墳っていうふうに言ったらどこまでのことを通常保護するのかっていうね、えー、ところでねで。宗教法人の方は、まあ、その盛土全体ではなくて、まあ、基本的には石室とその通路のところ中心にまあ保護されるんだって話で思ってて、でも教育委員会はそんなことないと、盛り土全体がまあ保護されるんですって話なんでね。 まあなんかある古墳がね、そこら辺で、まあ、ある古墳が、まあ、その文化財として指定されましたとで。通常その指定ってどの範囲でしょうかね森戸全体行きますかねそれと森戸全体ではなくて、ある意味全体じゃないから削ることも自由にできることってことになりますけど、まあ、その石室のところ中心にこう保護されるってにな形になるんですかねどっちですかねって話だよね。で、まあこれは完全に雑談になっちゃうけど、私が個人的に思うには、あのまあ多分通常はあの森戸全体含むんじゃないかと思うんですよね。なぜかしたら、その森戸の、要はさ、石室の中心のところだけ保護して、じゃあ保 他のところ削っていいんだって話になってくると、まあ、実際削っちゃったら、あのその中心の積質の方が例えばほらな,なんか老朽化、まいろいろね、こうあの。 まずい状態になるんじゃないかと思うので、まあ、そういう意味ではなんか盛土全体でもまあいいんじゃないかと思うんだけど、ただあまりにも広すぎるとね、またそれはそれで個人の,あの財産権を制約しすぎてしまうんで、ちょっと比例原則上ね、やっぱその個人の権利利益を制約するには、それに相応する対立利益っていうのが必要なんですよ。行政法の世界だろうが、あの憲法の世界だろうが、な、まあ、何でもかんでも全ての科目でね、えー、必要なその対立利益っていうのが必要なんですけど、まあ、そういう点で、例えば石室が10メートルぐらいのさ、あの、こう、 10平,10平方メートルぐらいしかないのに、例えば極端な話、盛り土がじゃあ 3, 3キロメートルの直径ですってなったらさ、これちょっと全体が保護されるとは、さすがにそこは思えないんですけど、でも今回はまあ一応20メートルと、まあ、いうことで、えー、半径10メートルということでねで、直径20メートルって感じになるんで、まあ、それぐらいどうなんでしょうね、保護していいんでしょうかね、まあ、ちょっとよくわかんない、難しい問題だと思うんですけどね、ただいずれにしろ、えー、ここの食い違いがあります、教育委員会の宗教法人の方はね、全体ではないと思ってるというところで、そこで不一致が出てきますね。 でこれ、何が問題になるかというと結局、処分が不明確なんじゃないかということで、ね、あのいや無効自由との関係なんですけども、まあ、処分、これ無効で個人の財産権を制約することを正当化できないんじゃないかというあの問題になってくると思うんですよねであの通常、無効自由に当たるかどうかというのは基本知識であの勉強することですけども重大かつ明白な歌詞があるかどうか丸暗記になっちゃうけどね重大かつ明白な歌詞があるかどうかその実質的な根拠というのはその 出所期間の経過をねやっぱりこう出所期間を経過したことを理由に歌詞を封じ込めることが相当ではないそういう重大な過失のことを価値判断的には言い表していると思うんですけどねでそういうのが重大性過失の重大性というところにまあ現れてそしてその重大な過失が明白であればさ、まあ、一見して誰から見てもその、ね、歌詞が重大だということが分かるのであればそれをもうあの無効にしたところでその行政の法的安定要求が害されないって話でね誰からでもその無効だということが分かっているわけですからそれを別に無効と判断したって別に誰の利益 も害されないだろうってことで、で、そういうのは、あの、多分考慮してね、あの、重大かつ明白の歌詞っていうのが出てくると、まあ、思うんですよね。で、そういうところで、今、今回、どうもその処分の範囲が、その個人の、えー、その私有地財産権をね、まあ、制約するに値するだけの、どうも処分の明白性がないので、これもしかして重大な歌詞で、で、あとは理由適当につけて、まあ、それが明白なんだと、まあ、いうことでね。えーえー、やっていけば、まあ、おそらく、この無効自由のところは、なんとかなるような気がするんですよね。この段階でね、というわけで、じゃ、あもうちょっと問題文読み進めていきましょうか。 えー、6行目までいき,、ま、きましたかね、あえっと、もっと下か、えっと、8行目か9行目、ちょっとすみませんね、行が特定しづらいんですけど、ちょっと線引いてあるところですね、えー、線引いてあるところなんですけど、C 古墳の横穴式石室で、過去ほあの以下、本件石室って書いてあるところを見つけてください、で本件石室も、えー、この太字にしてますんでね、本件石室も、えー、埋葬室の中心から半径約10メートルの盛り土の中に、石造りの埋葬室と通路が埋まっているが、その入り口周辺の盛り土が崩れてしまい、 入り口を構成している巨石が、ね、盛り土から露出。 している状態ですと。で、教育委員会は、本件処分の際に、C 古墳の範囲が、本件石室に限定されるものではなくね、本件石室を取り巻く盛り土全体にも、C 古墳に含まれると考えており、その範囲、各個、本件石室の埋葬室の中心から半径約10メートルの円の内側の一帯、各個閉じに、本件処分の効力が及ぶとも認識していると。というわけでね、こんな感じで、まあ、あの、盛り土全体が保護されてると思ってるわけだよね、教育委員会の方はね。で、その後、 え、最も上記蒸気露出している巨石、各個、同巨石は、本県石室の埋葬室の中心から約9メートルの距離に位置すると。で、その周辺のみは、D から管理責任者として選任されている教育委員会にいる本県処分の直後から定期的に草刈りがされてきたということで、まあ、要は、その入り口の近くはちゃんと整備されているその、いろいろ管理がきちんと整っているって話なんですよね。で、これも、あの、一つほら、どの範囲が保護されているのかってことを推認させる事情にはなってくるとは、 思うんですよで結論として、盛り土全体がきちんとこう草刈りされてたっていうんじゃなくて、まあ、その結局、入り口の近くだけがあしか管理がされてないような状態に今、見えるわけですよね、まあ、ここのところもおそらく、まあ、D さんとしてはさそういうところもまあ見て、まあ、おそらく盛り土全体が保護されてるわけじゃないんだっていうのは多分思った、たぶ思ったのかもしれませんけど、まあ、そういう今、状況に今なってますね。 というわけでね、えー、その周辺のみあ、今の続きのところになります、線引いてあるところの途中ですかね、まあ、巨石からいきましょうか、上記露出する巨石、括弧、えー、同巨石は本県清吉の埋葬室から中心、約9メートルの距離に位置するで、その周辺のみはね、D から管理責任者として選任されている教育委員会により、本県処分の直後から定期的に草刈りがされていたものの、それ以外の盛り土全体はね樹木が生い茂っているということでね、だからなんか管理されてないような、まあ、保護されてないんじゃないかってね、一見ね、まあ、思いかねないような、まあ、事情があるわけですよね。 Di mata. 教育委員会は本件処分後に C, にあ C 古墳であることを、ね、示す標識を露出している蒸気、ね、巨石のすぐ,すぐそばに設置したんだけどあのこれ巨石というのは入り口の近くのところ、ね、入り口のところですでそこのすぐそばに設置したけど蒸気半径約1 0ルの円の内側一帯が C 古墳であることを示す標識とは、ね、そこは設置したことはなかったということになりますねだけどま,あちょっとまたく,くどいようだけどさあのまあ入り口のところにさ、まあ、古墳を示す標識があったら、まあ、直径2 0 1 0ルぐらいのところだったらさ、まあ森土全体がまあ多分これ古墳として指定されてるんだなって私だったら思いますけどねまあ D さんのようには私は考えませんけどまあでも。 えー、教育委員会のほうは入り口のところ立てていけば十分なんだと思ったんでしょうね、それで盛戸土全体がもう指定されているということはわかるんだろうとうう思った、でも D さんの方はまはあ、そうじゃないんだよね、入り口やっぱり石室と入り口の付近のところしかもう指定されていないんじゃないかという形でね、ね、まあ、それそうだよね D さんは D さんでだって自分の私有地の一部にさ盛り土がかかっちゃってるわけでさ、さそこをやっぱ自由に使いたいじゃないですか、まあ、D さんと主張としてはやっぱ、ね、教育委員会と同じようなあの主張はするわけじゃないですよね、だからその各当事者、自分の立場にやっぱ合うような、まあ、主張をいろいろ理論構成してるんじゃないかと。 思うんですよね、それぞれこう自分が求めるその結論の妥当性というのがだからこう今回は教育委員会とその D さんとでまあ違うわけですよ盛り土全体が指定されているというのを考えている教育委員会と、ね、そうじゃないと考えている、えーえー、その D さん違ってでそれぞれ自分がまあも導こうとしているその結論を、ね、こう理論構成しているわけだよねそれがその指定の範囲のところにまあ影響するわけですよ。 指定の範囲をどう変、え、解、ー、するかによってこう、ね、違いが出てくるわけだよねそして今度次のとこです、えー、次の段落ですね D はっていう段落ですね、えー、D はであの平成31年で書いてありますよねで問題文の一番上あの上から3行目でさ平成18年の4月14日にあの、まあ、あの処分が告示されてますから、まあ、完全にね取り消訴訟の,あの出訴期間ね、えー、完全にあの処分をした日からまあ6月過ぎてますから、まあ、正当な理由があればあの、ね、別にそこを経過してもまあ大丈夫なんですけどいずれにしろその記憶 基本的な出所期間はだいぶ過ぎてるなということはあの分かるんですよね。えー、で、この次、えー、D は平成31年3月5日にですね C 古墳周辺を公園として整備することとしってことでここからですね事件になるのがね教育委員会に相談したところ教育委員会は D の計画が C 古墳の現状を変更したりその保存に影響を与えたりしないものであれば本件条例13条の許可は不要である旨を回答しましたと。条条例13を見てみましょうちょうちっとページを めくりまして、4ページを見てください。4ページ。で、4ページの真ん中辺ぐらいにあの13条ってありますから、ちょっと線を引いておきました、えー 13条の1項ですね指定文化財の現状を変更しまたはその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときはあらかじめ教育委員会の許可を、ね、受けなければならないということね行政法の試験はねやっぱその必ず資料であの根拠法令がくっついてるから司法試,試験でも予備試験でもねでいかにねそれをあの使いこなすかなんですよねあの大事な条文をやっぱり引用して適切に評価するできるかどうかっていうところはかなりこう拝点されてるはずなんで行政法の科目の特性上ね行政法の科目っていうのは何を受験生に求めてるのかっていうとその個別 個別法の,、ね、あの解釈能力があるかということを聞いているわけなんですよね、憲法と違って、ねあのまあ、あの行政法で何をこう受験生に試したいかといったらその個別法の解釈能力なんですよ、なのでやっぱこの重要なその条文自分で見つけられるという、ね、能力、そこは必須になってきます、あのいい点数を取ろうとしたらねでそこで戻ります。えー、2ページのところ戻りまして、えー 今ね、あの、2ページの一番下の段落、D は平成31年どうたらこうたらっていうところの3行目まで終わりましたから、で、この3行目の一番終わりから4行目にかけてちょっと続きを読んできます。えそこで D は、で、4行目ですね、一番最後の段落の4行目え、D は本県土地を平らに整地する土木工事、まあ、本県工事を開始と、で、教育委員会は令和3年5月頃、本県処分の効力が及ぶと考えている土地の付近まで本県工事が進められていることを把握したことから、C 古墳の現状保存等のためにね、D D に対し本件工事の中断を求める旨の行政指導を行ったと。D は D は本件工事を中断した上で教育委員会に対し C 古墳の範囲は埋葬室及び通路からなる本件え石室部分のみを指しねえだここで意見の,、ね、あのそう違いが出てくるわけだよね、えーまあ、埋葬室及び通路からなる本件石室部分のみを指し盛戸土は含まれないからで下から3行目本件石室の範囲1メートルまでの工事ならば C 古墳の現状変更されることはなく、ね、その保存に影響を与えることもないと主張しただからつまり許可なくあの工事はできるはずだという主張 でしょうね、先ほどの13条との関係で言えば、ね、許可なく工事ができるはずなんだって話なんだと思いますねでそこで下から2行目の途中のところですが、えー、下から2行目で教育委員会は、まあ、D の主張する工事を行うには本件条例13条1項に基づく教育委員会の許可が必要になることを、えー、なると、ね、D に説明しましたとでその後今度3ページですね え3ページの1行目の,でのところですが、D はね、教育委員会に反論する根拠を見つけたいと考え,え、教育委員会の許しを得てね、本件処分当時の関係資料を閲覧したと。当該資料によれば、C 古墳が指定文化財に指定されたことは、当時の D の代表者、宗教法人の代表者変わったみたいですね、当時とね。平成18年の当時と変わったみたいなんですけど、え、ー 二行目のところも一回行きますね、えー。当該資料によれば C 古墳が指定文化財に指定されたことは当時の D の代表者にも前期告示の日にね、えー、通知されたことが記載されていたものの、だから処分はね、知ってるはずなんですよ。あの宗教法人の D のその当時の、処分当時の代表者のところに通知が行ってますから、だから出所期間ね、処分を知った日からあの6月ね、行訴法14条1項本文のあの出所期間のその処分があったことを知った日っていうのはね、やっぱそのここになりますよね。その18年の4月のところになると思います。で、そこで、えー 3行目のところですけど、前期告示の日に通知されたことが記載されていたものの、本件処分の指定対象物の範囲が本件石室にとどまるのか、それとも本件石室とそれを取り巻く森り土もを含むかについては、記載がなかったとまあいうことになりますね。 あとこれ,面白いですよ、ね、これ多分さ、あの説問今回はさ D さんの立場での無効自由を主張しなければいけないんだけど仮にその立場指定がなくてさ皆さんがもう自由にこれねあの書いていいんだ誰,誰の立場に立つというわけじゃなくてなんか自由にこれが無効と思うのかそうじゃないのかっていう形で自由に書けるんだとしたらどうなんでしょうね。やっぱその 文化財の指定されたでしょ？古墳が今回の c 古墳がね。で、これやっぱ素直に考えて半径10メートルぐらいだったら、なんか森と全体を意味するって常識的に考えてわかるんじゃないかっていうことで。さでそうなってくると、あの処分処分別に不明確じゃないま、今回無効になるとしたら、多分その不明確性を言っていくんですよ。処分がま不明確で個人の財産権を制約するにあ。あのあの。 制約することが正当化できないようなね、まあ、そういう重大な過失があるんだということで、まあ、適当にヘリクツつけていくんですけどもう結論してだからねいかにそれヘリクツつけていくかなんですよねもうとにかく無効だっていうのも決められてるわけではないだからある意味簡単なんですよあの通常ね受験生が苦労するのっていうのは結論が決められてない問題出された時なんですよねそれは一つあの手間がかかりますからまず結論が例えばその行政法の世界だったら適法なのか違法なのか憲法だったらまあ合憲なのかそのあるね人権制約の法令と法令や処分がまあ合憲なのか違憲なのかってまあ自分で決めないといけないでそこが 相当頭使うんですけど、このもう結論指定の問題っていうのはそこを頭使わなくていいんですよ。まあとにかくもう今回無効だっていう形の主張しろってなってるから、だからいかにそこをヘリクスつけていくかって話でね。だ、まあそうであればまあ結局これ不明確で処分がこう不明確で個人のその財産権非常に要軟性高そうでしょ？財産権に一般的にね、閉じにかかる財産権、えー、それを制約するに値するだけのその明確性がない、正当化する実権制約の正当化にはなんないんだみたいなね、権利利益の制約の正当化根拠にはならないんだみたいな感じでさ、でそれはあの重大かつ明白のあの重大なところを結びつけて。 まあ行けばいいわけなんで。だからある意味ね。あの過去問に慣れてる人って楽なんだよね。見解でその？ 結論を固定しててくれてるとね基本的にインプットの勉強するときにやっぱそのなんか規範を丸暗記するんじゃなくてさそもそもどういう事案をどういうふうに処理するためにこういう規範ができたのかってことを要はあの考えてるような普段からそういう勉強してる人っていうのはこういう問題強いんですよね、まあ、結論がもう指定されてるからそこは頭使わなくていいでしょういかにそこをヘリクスつけていくかって話でさで今回だったら不明確っていうのが、まあ、重大な価値だったところを適当に理由つけていけばいいわけなんで、まあ、そういう点ではねあの簡単まあ簡単ではあれかもしれないけど、まあ、あのまあそんなに苦労が少ないあの 苦労を少なくして、まあ、何とか回答できるような、まあ、問題だったのかなという気がしますね。普段からちゃんと勉強していることが前提ですけどね。さて、でそこで、ね、3ページの、えー、5行目まで今行きましたかね、5行目ぐらいまで、えー、その、ねえー、5行目の冒頭かな、えー、その、えー、含むかについては記載がなかった。でまた、えー、本件 処分当時、えー、B 庁文化財保護委員会、各、え、校、ー、以下、ね、保護委員会というってことで6行目ですね3ページの6行目のところですけど保護委員会は委員長である考古学者、E のほかあこれね諮問手続きをあの条例上ねあのこう諮問手続きが要求されているのにそれをしなちゃんとまともにやってないっいう話で、まあ、諮問手続きの歌詞が処分の有効無効に影響するのかで今回、それを無効だって形で、まあ、立論していかないといけないんですけどね説問の方であで無効だってことであの、えー、固定されていますからね。でここはちょ 基本知識ですね指紋手続きが要求されているようなところを指紋、ね、手続きを経ずに回した場合のその歌詞のところっていうのはあの群馬の,、ね、あの中央バス事件というあの有名な判例があり,ありますので、まあ、あの知識踏まえてあの答えていけばいいので、えー、ここのところの指、ね、紋の手続き違反のところは、ね、すごくあの分かりやすいんじゃないかと思います。まあ、そういういことで えっと、6行目ぐらいのところかな。えー、保護委員会は、えー、あ、5行目か6行目ぐらいね。保護委員会は、委員長である考古学者 E のほか、歴史学、民族学等を専攻する9名の研究者で構成されていたが、本件処分にあたり、本件条例の定める手続きに基づく保護委員会のほら、指紋を行われておらず、まあ、よくやってくれたなって感じしますけどね。<laughs> あの、条例ではっきり、あの、指紋が要求されてるのにね。まあ、よくこんなひどいことをしたなって思うんだけど、まあ、えー、だから分かりやすい歌詞ですよね。あの、バかは簡単にしてくれてるんでしょうね。問題をね、若干ね。 指紋を行っておらず、いい1人のみの意見を聴取し、当該資料にはいい、e、の意見聴取を経たことにより、本件条例4条2項に基づく保護委員会の指紋手続きをねえ実質的には利正したものといえるとの,ねえその教育委員会の意見が付きされていたということで、到底ここは許せないね、いくらなんでもね、のの指定の範囲が盛戸土全体にかかるというのは、ちょっと私は教育委員会の気持ちがもう分かるんですよ、多少は。だけど、この指紋をちゃんとやってないというのは、ここは許せない、教育委員会ね、え。ー まあここは無効、無効だっていうふうにあの言うのは、私の心の中からあの言いたいと思うので、ここはちょっとこう、説問と私の心が合いやすいですね。指紋手続きの歌詞をこう攻撃していくってことはね。えー、で、えー、この後、えー、最後の段落ですかね。D は、あ最後の段落ていうか、鈴木のとこですね。D はっていう段落ですけど、D は本件処分の、で、これヒントになります。えー、本件処分の内容の明確性や、手続き等に問題がある。 とということでねでそれで本件処分自体を争うべきだということでだからここがあの無効自由の構成する時の,あのヒントですよね内容の明確性と手続き等の問題はあのまさに指紋手続きをあの経てないというところですよね。というわけでこの2点かな処分がまあ不明確だから、まあ、それは個人の人権制約個人の財産権土地の,、ねえー、その所有権をあの制約するに値するようなものじゃない比例原則としてねあのやっぱ人権制約というのはその、ね、必要な対立力がまあいるわけなんで、まあ、不明確なあのやっぱ処分で個人の人権は制約 されるべきでではありませんのでね行政法の世界に限らずあの憲法でも何でもそうなんだけどね、まあ、そういう感じで、えー、ここのところはまあとにかく明確性不明確な処分で無効だっていう筋でねでなんとか重大かつ明白のところにへりくつをこう結びつけていくような感じになると思います、ね、で指紋手続き違反のところは分かりやすいと思いますあの重,重要な判例があるからね群馬中央バス事件のやつをこう参考にあの手続きを経てないと規範案立てて、ね、無効だってことを言っていけばいいかなと思いますね。 さて、まあ、そんな感じですねじゃあ改めてもう一回ね、ねちょっと説問1を見ていきましょう、もう一回改めて、えー問、D は本件処分について取り消し訴訟の提起を断念で、無効確認訴訟を提起したいと、で2行目、D が取り消し訴訟の提起を断念した理由として考えられるものについて、まあ、説明すると、まあ、結局、さっきの、ね、処分をした日から6月の出頭期間を過ぎたと、でまあ、正当な理由があれば別に6月過ぎてもいいんだけど、今回あの、まあ、おそらく正当な理由がないって、まあ、D さんもそこを諦めて、無効確認の方にまに行こうとしてるから、まあ、正当な理由がないんですよってことは言ってあげ ければまあいいんじゃないかと思いますねあとでちょっと具体的にどういう風に主張するかというのは後,後で言いますそしてもう一つ36条の原告企画の検討なんですよねでこ、ここから先ちょっと行きましょうかじゃあ説明1からまず片付けていきます6ページをご覧ください6ページ説明1からちょっと片付けていきましょう6ページね で6ページの、えー、縦に、えー行,法えー、行政法の出題の分析で、括弧一1、説問1の分析、ねで、まずね、あの行政法はやっぱ過去問に慣れてる人は、ね、どこを気にするかというと、説問の形式を気にするんですよ、やっぱこうバリエーション、すごくね、あのこう論証例の丸暗記丸貼り付けができないように、毎年予備試験でも司法試験でも、説問形式を、ね、試験構成員が毎年毎年、いろんなあの工夫をして変えてくるんだよね、で今年はどうなのかなということで、どういう角度から変えていけばいいのかということで、まずここ一番気にしないといけないのね。どんなに知識があってても問われてる 形式に答えていかないとあの点数配点がされないはずなんだよね。その設問で問われていることに対してこう配点がされているはずなんでね。まあそういうことであのここは気にしますね。で。 今回ね説問1に関しては特段なんか難しいようなあの複雑な形式にはな,なってなかったんで、まあ、素直になんでこう断念したのかということとねその36条の原告手あの見ていけばよかったとうう思いますね。ね説問にはちょっと変わってましたよね。の D, D の主張でも無効主張していかないといけないんでね、えー、そこはちょっと気をつけておかないといけないんだけど説問1に関しては、まあ、特に説問形式のところはあの何の変哲もないような感じでしたね。ねそこで ええと、一番下のブロック見てください。まず1点目。要は、出訴期間の断念。あの、取り消え訴訟のね、定期の断念の話なんですけど、1点目に関する基本知識。で、1段落目だけご紹介していきましょう。えー、取り消訴訟には出訴期間があり、取り消え訴訟は処分があったことを知った日から6ヶ月以内に定起しないとね、訴え定義できませんと。また、あ、ただしね、正当な理由があれば別なんですよと。で、そこで、7ページです。えー、1点目に関する現場指向の位置で、ね、あの、そんな、そんなに一生懸命行政法をさ、バリバリやってなくても、まあ、これくらいのことは思いつくんじゃないかと。14条の1項を使ってね。で、それを書いてきました。でこれ 長いんだけどね線引いてあるところ答案に書くときはこの線引いてあるところだけ答案用紙に書けばもう十分合格できると思うんですよねただ一応ちょっと丁寧に全部読んでいきます、えー 1>, 1個目のブロックのタイトルの下のところからいきましょう, D が,いうか、ね、D が本件処分につき取り消し訴訟の提起を断念した理由として、ね、出訴期間の経過が挙げられますとで本件処分が告示された平成18年4月1日に当時の D の代表者に本件処分の通知がされているため少なくとも令和3年5月以降となった現時点では行訴法14条1項本文書定の処分があった日から6か月間の、ね、出訴期間これはすでに経過していますとここは指摘しましょうこの繊維であるところねそして次の段落ですが、えー、出訴期間内に出訴できなかったことについての正当な理由、ね、そのどうこう正し書きがあるかまあ検討 しますとで2、えー、段落目の2行目、えー、前期通知には指定の対象が盛戸土全体を含むか否かの記載がまなかったと。えー、また 教育委員会が本件処分後にね、設置した C 古墳であることを示す標識にはね、本件石室を中心に半径10メートル内の古墳であることまでは示されていなかった。さらに、えー、巨石の中心は定期的に草刈りをして管理されていたものの、えー、それ以外の盛り全体は樹木が生い茂っていた。で、これら事情からね、まあ、D は本件処分の範囲を把握することができない結果、本件処分を争う必要がないと考えていたと見る余地がある。これはあの逆にあの正当な理由を基礎づける方向になるんだよね。だけど、今回はあのもう出所期間経過してるってことは D も 認めてるのでのででこまま終わりにできないんですよなので、まあ、しかし以下のところがだから本題ですね <laughs> 今回の質問に答えるっていう意味ではね、えー、でしかし、えー、古墳には盛り土化されていることはこれほら一応なんかさっき問題文にさ「通常」っていう言葉使ってたんですよね2ページちょっとねあの飛んで悪いんだけど2ページの問題文の「 上から数えてね、何行目かっていうと、上から数えて、1、2、3、4、5、6、7行目かな。えー、で、7行目ちょっと読んでいくとね、特に線引いてないんですけど、えー、横穴式石室とは、遺体を収める埋葬室と、そこから入り口部分へと繋がる通路からなる石積みの墓室を言い、その全体が、 地球をねな、えー、している森戸の中に埋まっているのか、だから通常、だから社会常識としてね、やっぱその森土、古墳つったらもう森土も含んでるんだよね。まあ、そういう話なんじゃないかと思ったんですよ。この通常っていうところからね。でそこでまた戻ります。 えー、7ページ戻ってもらって、えーまあ、1個しかブロックないけど、えー、下からね、えー、4行目。まあ、しかし以回行きましょうか。しかし、えー、古墳には盛り土がされていることは社会常識といったうなそういうことね。さっきの問題文であの数ての言ってるから、まあ、そこをちょっと活かしてます。というわけで、社会常識と言えるので、えーまあ、古墳を示す標識が設置されているのであれば、D においても少なくとも盛り土がされている範囲内は、本件処分の効力が及んでいることは十分予測できるだろう。だから、それ荒いさと,と思ったら、その機会は十分あったはずなんですよね。だから、出土期間経過の正当な理由はまあないだろうみたいな。まあ、そんな感じ なななってきますね私のの個人的な考えじゃないのよあの、まあ、今回もほら、D、あの説問がこういう質問だから。D さん自身がもう出走機関の 経過を認めてさ、もう取り消す訴訟の提起を諦めてるわけですから、だからその設問の形式に合わせてこう言ってます。私が個人的にこう考えてるわけでは一切ありませんからね。でもまあ、試験ってそういうもんだからね、設問でいつもこうなんか結論指定されてるんですよ、大体行政法の場合はね。まあ、そういうことで指定されたところにこう、へりくつをつけていくっていうことになりますね。だそういう意味でやっぱりインプットの勉強がすごい大事でね、常にこう、規範を勉強するときは、どういう事案をどういう結論にすることを想定して、そういう規範を立ててるんだろうっていうね、そういうあの角度で結構まあ深い勉強なんだけど、そういう 勉強してる人は、ね、こういうう問題得意なんですよこうやって結論指定されたらねあの結論考えないでいいからねむしろ楽に感じちゃうのああラッキーみたいな感じであの感じちゃうんですよねちゃんとインプットを勉強してる人はねさて、えー、ではね今度、えー、8ページをご覧ください、えー、今度ね36条の行走法36条の原告定額の話なんですけどあでちょっとね知識を少し確認しておきますね、えー、8ページのところで、えー、行走法36条の解釈の仕方ね実はあの大きく2つの ものがありまして、で、以下の考え方は、 あの私、判例に整合する考え方をね、ちょっとこう、あの、教えてるんですけど、え、以下の考え方は、行政法36条の原告的格を、え、これね、前段と後段に分けてね、それで考えないかか見解もあるんだけど、一言説というふうに、あの、36条、あの、分けない見解もあるんだけど、え、判例はね、どうもこう、分けてる感じなんですよ。予防訴訟っていうものと、補充訴訟っていうもの、そういう言葉は使ってないんだけど、あの、それに相応するような、それに匹敵するような原に、あの、訴訟があるんですよね。だけど、その予防訴訟と言われるものと、まあ、補充訴訟と言われるものとに区別する見解を前提 としたもので、公約上はの二元説というふうに言われてます。あの行政事件訴訟法の三十六条って三つの要素から。 成り立ってるんですけどその1個目の要素だけを独立して抜き出してその要件を満たしたときはあの、えーこのね、予防訴訟としてもうそれで36条の厳格的格を認,あの認めるというあの見解なんですよねで今日ここには書いてないんですけど判例はのその立場に立っているというふうにあの言われてます、えー、具体的にはどういう事案なのかというとまず課税処分がされましたで税金をまあ納めてまあいなかったんでその人ね、えー、でそうするとまあその後あの滞納処分ということでねあのまあされる可能性が出てくるんですけどでもまあ自分としてはその課税処分がも 無効だと思ってると、でそういう時にその無効と思ってるその課税処分に続くその対応処分のね、えー、と,ところをこう争うためにまあ予防訴訟としての無効等確認訴訟っていうのがあるんですけど、まあ判例あのそういうのそういう類型の訴訟をやってるんですよね。でその時に三十六条のまあその後あの二個目の要素と三つ目の要素が出てくるんですけど、そこを見てないんですよ。だからまあ判例はけんまあ要は権利救済を重視してるんだよね。まあよその三十六条に三つの要素があるうちい一個目のところの要素をもう満たすだけでね、もう権利救済のためにその広告訴訟の入り口を開いてあげる なければまあいけないんだなというそういうおそらく価値判断をあの最高裁の裁判官たち持っている可能性があるんですけども、まあそういうことで、ね、あのまず、えー、36条の要素のうち1個目そこを独立させて、ねえー、まず予防訴訟というのを認めますとでさらに、あのまあ、逆に言うと残りの2つの要素あ残りまだ2つ要素が残っているんだけどそれを合わせたものが補充訴訟という形で、ねえー、こう分けていくような感じ、ね、で、まあ、その今の考え方と違って3つの要素をこれもまとめて一緒に見る見解もあってそれが一言説です、まあ、正直、ね、条文を素直に読んでいくと一言説なんだと思うんだよね。 特にこう36条をこう前段後段で分けるっていうよりはまあおそらくこの3つの要素って全部つながっているように見えるんですよ、条文見ていくとね。でわざわざこう分けないっていうのが多分、文言上素直なんですよけどだけどおそらく最高裁はね権利救済の必要性多分その1個目の要素を充足するようなまあ人であれば広告、まあ、訴訟の入り口、まあ、本案で勝てるかどうかは話別だからね、無効等確認訴訟で勝つのって難しいから単に取り消え訴訟みたいな感じでさ処分が違法だっいうことは言うにとどまらずね、えーその、その価値が重大かつ明白だっいうことまであの主,張に主張してかない。 ないといけないからね。まあ、実際法案で勝つのめちゃくちゃ難しいんですけどもね。ただ、その1回裁判所のまあやっぱりね。この入り口開いてあげるってことをまあするべきだっていう風に思ってるのか。まあ一応こうね。前段後段で分けてるようなんですよねで。 まあ私のテキストは、一応最高裁の判例に整合しやすい二原説ね、条文の文言とはちょっと違うんだけど、まあ、二原説の方は前提にして、前段、後段で分けている見解で書いてあります。で今日ちょっと時間の都合で、あのこれ本格的に始めちゃうと行政法の授業になっちゃうから <laughs>、これぐらいであのやめていきますねで。結論とするとね、今回私、補充訴訟の方、後段の訴訟の方になると思ってるんですよね。でその補充訴訟に関しては、8ページの2個目のブロックの一番最後の段落になります。えー 36条公上の訴訟は、補充訴訟としての無効等確認訴訟と言われており、確固1、処分の無効確認を求めることにつき、法律上の利益を有するもので、括弧2、当該処分または採決の損否・効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによっては、目的を達することができないものね、まあ、現行不適が認められますと、でこのあとちょっと時間の都合で、その先書いてあることをざっと大雑把に、ちょっと読むのはもうやめますね、時間がおっしゃってるからね、でこのとき、まず法律上のこの利益っていうところなんですけども、これね、別にあの行走法の無効確認訴訟にはですね、取り消し訴訟の 九条が順要されてるわけではないんですけど、ただ、あの、無効確認訴訟っていうのは、ある意味、時期に遅れた取り消訴訟の機能をまあ、果たしてるんだってことで。まあ、実際上は、その九条二項、九条一項とか二項でいうところの。法律上の利益がいるんだっていうふうに、あの、言われてるんですよね。で、そこで、その九条の、まあ、結局ね、行相九条の、その、結局原告定額の条文が。あ、その三十六条のところの、今のその法律上の利益に使われるんだとしたら。九条二項のところ、でから、もともとさ、取り消訴訟のところで、処分の、その、結局、あの原告定額の。 私えそのように話処分の名当て人が原告になる時ときと処分の名当て人以外の第三者が原告になるときとでちょっとこう枠組みが違うじゃないですか特にその処分の名当て人以外の第三者があの原告になるときっていうのは9条2項も使ってね9条1項の法律上の利益があるかどうかを9条2項の枠組みに従って結構慎重にまあ判断してると思うんですよねで今回の古墳の指定っていうのは別に今回の宗教法人 D を直接名当て人のしてるわけじゃないから一見すると処分の名当て人以外のものの第三者の,、まああのね、利益を制約するようなことで 9条2項使いそうにも思うんだけどだけどねちょっと別の判例があって処分のてに以外の第三者であってもですね結局、処分によって直接権利利益が制約されるようなときはわざわざ別にほら9条2項で慎重に判断する必要ないんですよもう直接権利利益が制約されてるんだからもう裁判所の入り口ぐらい開いてあげていいじゃないですか広告訴訟のねだからそういう時はね9条2項の枠組みにした方は判断してないんですよねでそれがね大体9ページの1、えー、段落目の,あの1個目のブロックのあたりが大体そんな感じのこと書いてありますから。で本件うん 結局あのさっきの条例によると文、ね、化財指定されちゃうとその管理義務、えー、を課されでしかも、さっき言ったとおり開発するのにさ許可がいるようになっちゃうんですよ、現状変更とかするようときねそうなってくると処分のなで人じゃないんだけど結局、今回の処分によって直接、まあ、権利利益を制約されるような人になっちゃうからだからあのそこだけ指摘して終わりです要は9条2項の,の枠組みを使わなくてもいい事案ってことに今なってきますね今回はね。 というこ,とでここが理解できていれば、えー、とこちら、えー 10, えー、10ページのところかな、10ページのところの、ねえー、と真ん中辺のブロック。 ええー、括弧一、ホー上の利益を有するものってここここに大体大雑把に今私が喋ってるのこと書いてありますから、ここのところね、今回の事案こんな感じで、まあ九条二項でやるまでもないよってことでね、まあ直接その条,条例の条文指摘して、直接この人が D さんがあの権利利益制約されているということを指摘して終わりですここのところね、当然法律上の利益があるんだって形になってきますね。で、あとね、えー、その二個目、えっ、ー、と十ページの一番最後のブロック見てください。括弧二、現在の法律関係に関する訴えによっては目的を達することができないということで、えー、で、えー、上記括弧二の要 条件につき前期の基本知識の要点を提示した上でということでまだ基本知識話してないんですけどまあ一応、あの後でねあの基本知識の,弁あの話している時間がないからちょっと大ざっぱにいきますけどあの現在の法律関係によってはねあのこ処分の無効を前提とする現在の法律関係によっては目的を達することができないという要件のまあ解釈のま仕方なんですけどまず処分の無効を前提とする現在の法律関係というのは処分の無効を前提とする民事訴訟とかあとその広報上の当事者訴訟ですね行訴法4条公団の広報上の法律関係をあの訴訟物とするまあ訴訟がある。 んでですすけどままあそれに相当しますで今回の場合はじゃあ何がそれに当たるのかっていうのはそれは、ね、受験生自分で考えないとう、まあ、いけないんですけど例えばまああの。 この紛争解決に役に立つかどうかは別として一応、とわに上げなければいけないんでそれをあえて上げるんだとしたら処分の無効を前提とするその古墳のモールド部分のところの所有権確認とかまあそんなにやってもこの人の救済に何の役にも立たないから意味がないんだけど一応、処分の無効を前提とする現在の法律関係に関する対を一応想定するんですよ。で、それと無効確認訴訟を比較して無効確認訴訟の方がより権利救済に直接的だというあの判断がされれば無効訴,訴訟の入り口ぐらい開いてあげていいじゃないですか。 条件をま充足するっていう。そういう枠組みにまなっているわけなんですよね。というわけで、まあ、処分のこう前提として、まあ所有権確認したりとか。あともう一つはね。あの広報上の法律関係を訴訟物とする。行政法4条公団のまあ、実績当社訴訟でもいいんですけど、今回の処分の規制をまあ、受けない地位にあることの確認とかね、まあ、そういうのはあのよくやります。あの行政法で例えばほらあの。 あの薬局あの、インターネットで医薬品を,こう、ね、薬品をこう販売してるんだけど、まあ、そこ規制されちゃった時にさ広報上の当事者訴訟でさその規制を受けない地位にあることの広報上の当事者訴訟という形であの確認訴訟をやってるんですけど、まあ、それがあの応用できると思います、今回ねだから今回はその古墳の指定のその規制を受けない地位にあることの確認をね、でこれはあの十分広報上の権利、法律関係になってるので行訴法4条公団があの想定する訴訟物に載せることがあのできるんですよね確確認認訴訴訟訟条のをやる時はね。 訴訟物をきちんとあの広報上の法律関係に設定しないと、ねまあ、いけないんですけど、まあ、その先ほどの、えー、と医薬品、郵便販売できることの地位の確認とかさその規制を受けないことの地位の確認というところの知識をまあ応用して、ねえー、まあ今回はその古文の指定の,その文化財の保護指定の,まあその、ね、規制を受けない地位にあることの確認というのを四条公団の公報上の当社訴訟という形でまあ展開できると思いますね。ね今回は、まあ その辺のところをこう言ってで一応原告的格あのあでその現在の法律関係、えー、との比較をしないといけないんだけど今の広報上の統一た訴訟でもなんか良さそうなんだけどだけどその、えー、確認訴訟って紛争の解決の相対 相対的な解決しかできなくて今回,に今回の工事に関して今、規制を受けないということは確認できるんだけどその将来にわたってまたなんか別のことをさその土地で自由にやりたいというそこのときにそこのところまでの保護はされないんですよね紛争の相対的解決ということでなのでそうであればもしかしたらその土地のところを今回の工事以外にもなんか別のことを後でやりたくなる可能性がありますからそこに配慮したらまあこの人の救済にとってど何が一番ベストなのかといったらまあその確認訴訟というよりは単にあのそのやっぱ処分が無効だということを言っちゃった方がいいじゃないという形で、え。ー もしあの評価をすればね、ねこれはあの、えー、その訴訟要件を満たすということで、原告定額の要件を満たすということで、まあ、無効確認が認められると思いますね、で説問1はあの別にその結論指定ではないので、もしかしたらその広報上の当事者訴訟、今の,、ねえー、その規制を受けない地位にあることの確認でも、まあ、この人の救済十分だと言うんだったら、それはそれでいいと思いますよ、36条のだから原告定額を否定することになりますけどね、でもいいんですよ、だって確認訴訟、4条公団の確認訴訟で保護されるんだから、別にそこのところは何ら結論不合理ではありませんから、だから私はまあどっちでも答えあの、いいんじゃないかと思います。このレジュメにあの そこまでは書いてないんだけどね一応、この36条の要件を満たす筋で10ページの一番下のところを終わりにしてるんですけど、まあ、どっちでもいいんじゃないかと思いますね、権利救済という観点から見たらもうどっちでも一緒だからこの人ね確認,のの <laughs> 確認訴訟で争うのか、向無効確認訴訟で争うのかというところの違いに過ぎずね、まあ、本案で言うことはあの一緒ですし、で共に出出訴期間の制限がありませんから、あの確認訴訟っいうのは出訴期間の制限がないんですよね、まあ、そういう点で特に何も問題がありませんよね。 さて、で、最後、説問2です。え、11ページの、説問2の分析ってことで、で、え、11ページの括弧2の1個目のブロックは、ほら、さっき言った通りさ、まず、あの、説問形式気をつけましょうってことで、で、今回、あの、D の立場で、向こうの主張しますね。で、議論をどうも盛り上げてほしいのか、まあ、想定される B 長の反論を踏まえてって話になってますよね。で、そこで2個目のブロックです。D が行うべき主張ね。で、まずね、処分の不明確性、そこを攻撃したらいいと思います。あの、さっきのヒントに従ってね。そこで、 えー、2個目のブロック、問題文にある D は本件処分の内容や明確性、えー、いや手続き等に問題があることからね、えー、本件処分、それ自体を表すべきであると考えるに至り、どうたらこうたらっていうところね、まあ、ここのところを見ていきますとで、そこで次のページいきます、12ページ、まずね、えー、12ページの1個目のブロックは、今回、処分の不明確性を表そう筋で書くといいな。 っていうことを気づくヒントになる、あの問題文の事実関係をちょっと一部引用しておきました。まあ、他にもいろいろこれ以外にもあると思うんだけどね。まあ、問題文全体見て、まあ、とにかくなんか処分が不明確だってことを言っていけばいいんだろうなっていう、そういう話ですよね。で、そこで、二個目のブロック、えー、ここからですね。えー、一点目について、次の基本知識を応用することが考えられますと。で、今日、あの、これ長くなるから読むにやめるんですけど。まあ、さっきの通り、あの、重大かつ明白な歌詞が必要になってくると。ね、出所期間の経過によってもね、その封じ込める、あの歌詞をね、封じ込めるべきではないっていう価値判断が働いたときに。それが歌詞の重大。 そ、まあね、そしてその重大なあがですね、まあ、誰から見ても,こうもう一見して、ね、あの歌詞が明らかだというその明白性があればさ、まあ、そこを無効だというふうにしても別に行政による法的安定要求が害されませんからだから無効にしていいんだという価値判断があるんですけど、まあそこでその重大かつ、まあ、明白なっていうのが、ね、無効事由になってくるとそして問題はこの後ですよね13ページです、これが当てはめになりますで、えー、まず、ね、2行目のところですね。 えー、あ2段落目13ページの2段落目で、えー、問題文の事実関係から処分の範囲が不明確であることを1点目の無効自由として主張していけばよさそうですとでそこで処分の不明確が処分を無効にすべきことを論証して、まあ、規範を、えー、定立していくといいと思いますねでその一例、ね、この下この点という段落それ一例です。えー ちょっと読んでいきましょうか。えー、この規制の範囲が、えー、この点ね、規制の範囲が不明確な処分により個人の、ねえー、権利を制約することは処分により実現しようとする公益との関係で利益考慮上正当化するべきじゃありませんので、えー、規制の範囲が不明確な処分の価値はまあ重大だと。えー、不明確な価値がだからまず重大というあの規範を作るわけですよ。ここのところでね。えー、で、B 長の反論をここで例えば入れることが考えられます。どこで反論するかは、ね、あの全部ではいちいち反論してられないからどっか一点入れておけばいいんじゃないかと思うんですけどね、忙しい問題ですから。まあ、そこで、これに対し、えー、B 長は古墳をして、 文化財に指定すれば、あですかちょっと誤字があるんですけど、まあ、指定すればだね、指定すれば。 森戸、えー、されている土地全体が指定されていることは誰もが理解できるためねさっきほら通常って書いてあったから問題文に通常ってねだから森戸、まあ、全体指定されていることは誰でも理解できるため本件処分は不明確でないと反論することが要されるまあここじゃないですかね反論すると一つとしてね、えー、思いつくのはねさっき問題文にせっかく通常って書いてあったからさ、まあ、そこを生かしてやるいんですよでこの後ねでも今回はあの D の立場で無効だって言わないといけないから反論を踏まえて無効って言わないといけないのでこのまま終わりにするわけにはいかないんですよね 乗りたいんだけど <laughs> まあ今回でも私の意見が聞かれてるわけじゃないからね。この後、しかし以下です。えしかしえ、文化財保護との関係で、えー 不必要なね、権利の制約をしないために、特段の明示がない限り、あ、これだからね、要はヘリクスつけてます。いつもね、インプットするときに、結論の妥当性っていうのを先に見てね、で、それをこう導くために、こう、規範っていうのがあるんだなって、そういう理解の仕方を私してるんですよね。で、今回も結論の妥当性が無効だっていうのも決められちゃってるから、問題文で。だから、そこに向かって、もう、あの、ヘリクスつけてるだけなんですよ。だから、この内容はあまりこだわんない上ですよ。しかし以下の文章、これ覚えてもしょうがないからね。その価値判断、うんと、その思考過程を理解しないと、あの、初めて見る問題解けないからね。だけどしかし 文化財法との関係で不必要な権利の制約をしないために特段の明示がない限り古墳の中核はね遺体を埋める、えー、その、ね、埋葬室とそこから入り口部分に繋ながる通路に限られ盛戸土全体が当然に、えー、指定文化財になると考えるのが、えー、条例三条が求めるあの個人の権利とね その公益そこ調整することが要求されてるんですけど、まあ、こういうふうに解釈するのかこれ条例のね、えー、まあ正しい解釈なんだろうっていうそういうヘリ理屈です私個人的には全然こうは思わないんだけどあの <laughs> だけど、まあ、今回あの結論が指定されてるからそこに向かって一生懸命ヘリ理屈をねあの、まあ、理論構成をしてるって話なんですよねで、えー、このあと、えー、本問では特段の明示がないため本件処分の規制の範囲は不明確でやはり重大な瑕疵があるとで最後またっていう段落でこれは明白性ですねまた前期特段の明示がない本件処分は不必要に土地所有者の権利を制約していることは誰から見ても明らか ってことでまあ適当にヘリクスつけてで明白ってことでねでこれで歌詞が重大かつ明白ってことであの向こうって話にしてますねだからそういうヘリクスもう結論決められたら楽なんですよねそのそこに向かっても適当に理由つけていけばいいわけですからで一応あの一番最後のメモのところで。 あの、上記以外にも、これ本当にあくまでも一例だからね。まあ自分で考えないとしょうがないから、あの、人の答えを繊維で覚えるとかってやっちゃうと、あの、応用が効きませんから。まあとにかく結論の妥当性っていうのがもう決まったら、そこに導く、こう、理論構成をするっていう視点で自分で書かなければいけないんですよね。まあそんな感じです。さて、えー、で、今度ね、14ページのところ、ちょっと時間の都合でね、えっ、ー、と、これ今今日全国中継であの、やってますので、ちょっと時間を過ぎることができませんので、ここ大雑把に言うと、あの、結局ね、えっ、ー、と、まず反論、あの、 教育委員会の方からこれ何を言ってくるか、処分が向く諮問手続きの歌詞の話なんだけど、教育委員会の方から何を言ってきそうかというと、14ページの2個目のブロックのところで、ちょっと線引いてないんだけどね、ここが使える、基本知識で使えるかなと思うんだけど、諮問機関の答申は行政庁を法的に拘束するものでないということでね、諮問機関の基本知識になりますね、ただ、この後の群馬バス事件のね、群馬中央バス事件のあの規範をまあ参考に、結局、その法が諮問を要求したような、やっぱさ、その趣旨をぼっ却するぐらいの重大な違法が、これ、違法 無効の事案だったんで違法って言葉を使ってるんだけど、ちょっととりあえずねそれを後で無効の自由にあの無効の事例に応用しないといけないんで、そこのところはまあ現場思考になるとは思うんですけど、むしろそのねその指紋要求した趣旨を没却するようなその重大な瑕疵があるような時は、あそれが無効になるみたいな感じで、まあこの違法を無効にこう変えてあげるっていうね、まあ、工夫をしていくといいと思いますね。で今回一応ほら十人の委員がまあいてさ、で実際にその指紋してないでしょ。十人それぞれさやっぱその考古学の専門家だから、まあその意見をまあ一回ねそのいくら法的に指紋機関のその 行政庁が拘束されないとはいえさ、まあ、専門家の方がそれになんか意見を言えばさもしかしたらその処分の内容変わる可能性が出てきますからその指定の範囲がね。ねだからそう,いう点であとあの一応、今回無効だってことは言っていかないといけないのであの、まあ、意見が変わる可能性があるだからやっぱその今回ね、ねきちんと諮問をしてないそのうちの1人にあの E さんに1人だけ10人いるメンバーの中の E さん1人にしか聞いてないんだけど、まあ、それはかなりこのね趣旨没却するような重大な違法だみたいな感じで、まあ、やっていけばいいんじゃないかと思いますね。ね時間の底でまあこれぐらいにしておきます、はい あ,あと、ね、1点15ページのね 1>, 1, 1個目のブロックの、えー、と2行目、参考までに考え方の1つの概要を示すと、本文では本件条例で、ちょっとこれ、今入ってないんだけど、4条2項及びだね、でそれで19条から22条ね、あの普通にあの条文見ていけば分かりますから、指紋の条文がどこにあるのかってことです、ただそれ引いてるだけなんでね、あとでインターネットにあのウェブアップあのするときは、ちょっとこれ直しておこうと思ってますね、この私が今ね、直してるところね、えー、まあこんな感じです、まあ、4条2項をね、あの自分だとで条文見たら分かるから、指紋が要求されてる条文拾っていけばいいんでね。 さてじゃあ最後、計素法です。 で時間の都合でこれ、本当に大雑把だなあの、これね、16ページのところなんですけれども、16ページのところから問題が始まって、で17ページで、で下線部丸1および下線部丸2の各行為の適法性について論じなさいと、でなお、前期捜索差し押さえ許可状は適法に発布されたものとするって感じになってますね、でこれちょっと口でらせ、ち口頭で口で喋らせてもらいますと、今回、要はあの捜索許可状、捜索差し押さえ許可状に基づく捜索の適法性が聞かれてます、つまり令状に基づく捜索の適法性ですね。 令状に基づく捜索の適法性が聞かれた場合は、まあ、その適法要件を立ててで当てはめをしていけばいいという話になってくるんですけどもそこで、ね、本にいろいろ基本書各先生いろんな要件が書いてあるんですけど過去問の傾向から、ね、こういう要件を立てるといいんじゃないかという、まあ、一案ですね。でそこで 18ページをご覧ください。令状捜索の適法性が、まあ、過去も、司法試験も含めるとね、結構聞かれてるんですけど、で、過去の出題趣旨とか、あの、その試験コーサインが将来の受験生に向けて、あの、メッセージってことで採点時間とかが出してるんだけど、そういうのを踏まえるとね、18ページのところの一番下のブロック、これ平成24年の司法試験の取材の趣旨なんだけどね、令状捜索の適法、令状に基づく捜索の適法性聞かれたら、あの、管理権、要件と外然性要件ですね。えー、ま、その、 令状を出した裁判官が、そのどこまでのね、その、えー、場所的な管理権の,この保護を解除したのかどうかという観点と。と同時に、その、非技術に関連する証拠物ね、令状記載の差し押さえ対象物。が存在する蓋然性もないのに、あの、捜索すること正当化できないから、利益考慮上ね。捜索っていうのは、個人のプライバシー制約にまなっちゃうわけですから。それが正当化されるには、それなりの対立利益っていうのが必要でさ。でその中の一つに、やっぱ、その、捜索しようとしている場所に、え非技術に関連する証拠物が存在する蓋然性っていうのが、あの、要求されてるわけで。で、そういう理解から、その、捜索に。 基づく令状令状捜索の適用要件っていうのは、その管理権要件と蓋然性要件という形であの分けることができるんですよね。で、今回何が聞かれたのかって言うと、被疑者永択をあの覚醒剤の密売の事案なんですけど、被疑者永択。 をですね、捜索すべき場所としてまあ令状を裁判官が出したんですよ。で、その令状で何をやってしまったかというと、その被疑者 A と同居しているまあ息子と奥さんがまあいるんですけど、その奥さんの所持品だね、奥さんがその部屋の中でまあ、持ってたあそのバッグとね、ちょっとバッグとキャリーケースとかちょっとその細かい話は抜きにして、まあ、奥さんが持ってたとにうかまあバッグ、それから捜索令状の執行中に息子が外からまあ帰ってきてでそこでなんかなんか持ってたんですよ、やっぱバッグみたいなやつよね、キャリーケースかなんかもね、でそれをその令その令状で場所に対する令状で捜索 でできるかかどうっって話なんですよねねこれもねやっぱその管理権要件と該前性要件であの見ていきますね、あとはその外からちょうど捜索中に外からこうあの居住者が同居している人がこう荷物持ってきたっていうのはあの捜索中に宅配物がこうほら来た事件あったでしょ、最高裁の事案で、まあ、あれがあのヒントになると思うんですよね、でそれを最高裁は理論的なあの枠組みを明確にしてないのでそれを先ほどの管理権要件と該前性要件という形でまあ整理をしてちゃんと理論を組み立てていくとこれが一番いい答案になるんじゃないかと思いますね。ねそのまま書くっていうよりはちゃんとこの理論的に、ね どういった要件があればねその 操作をね、要は憲法三十五条一項でさ、まあ操作操作正当な理由がないとまあできないわけでね、人権制約上、利益考慮上、正当な理由がなければいけなくて、でその正当な理由を基礎づけるものがその管理権要件と外在性要件は充足していること、そして外からこの荷物が入ってきたものに関しては管理権要件とあの外在性要件は当然充足して言わなければいけないんだけど、一個ちょっと論点が増えちゃうんですよ。でそれはまあ一応あのその例の判例ね、宅配物が外から出てきたまあ判例によると、一応令状の有効期間内であれば、まあ裁判官っいうのは結局その令状の有効期間 内に捜索すべき場所令状にね。創作すべき場所ってあの書いてるわけなんだけど令状の有効期間まあ、1週間なんですよ。令状発布してからね。令状を発布してからまあ、原則1週間なんですけど、その1週間内にその捜索すべき場所、同一管理権が及ぶ範囲に秘密に関連する証拠物が存在する。蓋然性があるとかも、まあ、考,考えたからこそ、そういった内容の令状を出してるんだって。話になってくる。そうすると、令状が発布されてから1週間以内は基本的にはあのその令状で捜索できることになるんですよ。ただし、管理権要件の蓋然性要件がそれによって解除されるわけではないから、きちんと。 要件とまあ改善性要件の当てはめはもしなければいけないって話になってくるんですよね。で、あのレックの回答例ね、そういう意味できてないところがあ,のありましたので、ちょっとそこだけ最後、指摘して終わりにしようかな、22ページ見てください。 レックの回答例のねちょっと私の意見がね個人的な意見なんだけど22ページの一番下のブロック、えー、下線部丸1の行為に関するレックスタッフ等案の問題点ということで,、ね、でちょっとこう書いちゃうと角が立つからねあのか書かなかったんだけど要はねあのレックの回答例はね管理権要件のやっぱ論証が雑なんだよね。 今みたいな話をちゃんと理解できてるようにはちょっと思えないような文章になってました、いやいや試行試験の過去問との,あの比較でいうとね、ね出題の人が採点時間でちゃんと勉強した人との関係でいうと、それから、該前性要件の言及が一切ないんですね、これ、とてもじゃないけど、あの人権制約、創作によるプライバシー制約、とてもあの今、正当化できる状態になってないから、あの利益考慮上ね、まあ、そういうところが問題があると思いましたね、そして、えー、23ページ、これ、は創作中に外からあの入ってきた。 同居者の荷物なんだけどこれね、あ外から帰ってきた人がちょっとこう素直にあの捜索に応じないから警察官が、まあ、破壊締めにして無理やりこうバック取り上げたっていうのがあるんだけどこの破壊締めのところはあの捜索に必要な必要な処分って形であのできるんですけど、えー、だけどね、あのこの外然性要件と必要な処分をごちゃごちゃにしちゃってますね、体系上全く違うんですよ、まあ、管理系要件と外然性要件あの充足することを前提にそれで捜索に必要な処分がね、比例原則上あのできるって話なんで、まあ、当然そこ分けて、 やらなければいけませんね。というわけで、まあ、ちょっと時間が押してしまったんでね。あの、まあ、今日こんな感じにしていこうと思うんですけど。何が大事かというとね、まあ、回答例を覚えちゃダメです。まず、あの、予備校の回答例なんか、当てにしてる時点であの、よくないと思うんですよね。答案の書き方が全く分かんないって言うんだったら、あの、しょうがないと思います。まずは一回、えー、そこは参考にせざるを得ないんだろうけど。だけど、ある程度インプットの勉強をしたら、自分で何をどの順まで書くのかっていうのは、やっぱ考えていかないと。初めて見る問題に、あの、対応できませんのでね。まあ、そういう感じで、基本知識を、まあ、大事にください。この問題を解くのに必要な、あの、基本知識は、一応、あの、これ載せてますので。 このレジュメ、ね、ちょっと時間がないからあの説明できなかったんですけども、ちゃんと基本知識を正確に理解して、で自分で問題文を見て、何をどの順番で書くと、まあ、問われてることに答えられるんだなということは、あのきちんと、ね、考えてもらえればいいんじゃないかと思いますね、今後はおそらくね、あのその自分の頭で考えるという、ねえー、ことね、まあ、そういうことがどんどん要求される時代になってくると、まあ、思いますのでね、ま、ずひそんな感じで今後の勉強を頑張っていただければというふうに思いますね。じゃあ、今回の講義、すみません、ちょっとだいぶ早口になってしまって、すいませんでした、どうもお疲れ様でしたごご清聴ありがとうございました。